皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。はい、ウクレレといえばハワイアンがよく似合いますよね。ハワイアンの代表曲といえばカイマナヒラという曲がございます。で、このカイマナヒラという曲はですね、以前私の YouTube で、やってるんですけれども、ちょっとこの間見てみましたら、ここにちょっとコードが出てるだけでちょっと不親切な動画だったんで、改訂版としてさらに分かりやすく再アップロードしてみたいと思います。やった。そしてこういう本出してるんですよ私、リットミュージックっていう楽譜出版社から、リットミュージック、この本の中にも実はドーン、カイマナヒラ入ってんですよね。カイマナヒラ、はい、これをまあこんな曲、これもまあまあ、手に入れていただいて、まあ大きいんで見やすいですからね。あ、いつものように2バージョンやります。最初のバージョンは初心者様でも結構すぐできちゃう超簡単バージョン。途中解説して後半はちょっとノリノリなかっこいいバージョンの2バージョンやりますので、最後までぜひご覧になってください。この曲はですね、コードって押さえるところあるんですけど、これ5個です。まず C、次 C7、次 F、次 D7、次 G7。この5つでこのハワイアンの名曲やっちゃいましょう。はい、ウクレレ皆さん始めませんか？ハワイアンとか弾いて気持ちがいいですよ。聞くのも最高ですけど、自分でやる方が楽しいんですよ。ウクレレだったら音楽苦手だな、私は才能がないの、そういうあなたでもすぐできるようになります。ガズレレ YouTube チャンネルだったらいつでもどこでも無料で楽しめちゃう、どんどん弾けちゃいますからね。ぜひ始めてください。今からここにリンク貼るんですけど、そのリンク先の初心者レッスンはここというところに行って、数字の1から、動画を見ていただくと弾けるようになります。はい、ここにリンクあります。初心者レッスンはここをクリック、いってらっしゃい、勝ち。いってらっしゃい。そこには過去に取りためて550曲以上の超簡単アレンジの曲、ありとあらゆる曲があります。ハワイはもちろんですけど、洋楽、 J-POP、 夏メロ、アニソン、あらゆる曲やってますからね。ぜひ一回もご覧になってください。それではカイマナヒラ、早速超シンプル簡単バージョンの方からやってみます。あ、そうだ、言い忘れた、これですね、ハワイ語なんですよね、カイマナヒラっていうのは。で、ハワイ語だってね、英語で書いたりカタカナ表記することが多いんですけど、私はね、ハワイアンやる時のね、裏技としてひらがなで表記してんですよ。ひらがな、ひらがなだと結構読みやすいですから。はい、そんなこと踏まえながらもシンプル簡単バージョンの方をやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。 D7 G7 CCCC D7C7 です。はい。いわほまこおいかぽねい。あいけいけなにかいまなひら。かいまなひら。かまシンプル簡単バージョンカイマナヒラやってみました、はい、今のはね、1番と2番をやっただけなんですけど、本来はかなり長くありますからね。コード進行全部一緒ですので、フルでやりたい方はコードだけ書き出して、歌詞書き出して自分でノートに書く、これが大事でございます。その時の参考になるようにこのノートを見せようと思います。これね、さっきも言ったんですけど、こっちの歌本にも入ってるんですけど、これはね、こうちゃんと印刷されてるものなんですけど、あえて今日は私のこのノートバージョンをご覧になっていただこうと思います。イントロ、こうなって、このワンブロックに4回弾くわけだから、2個コードを変えるときは D7、G7、G7、2回ずつ、1個のときは4回弾きますよ。こういうことになってますね。コードの解説はこれ見せた後にするんでね。はい、じゃあここまでいっちゃいましょう。で、ここが結構キーポイントなんですよ。一時停止して、まずここ1番メモってくださいね。はい。で、ここを解説すると、F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 、C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 、
G7、ここよく見てください。G7 2拍って書いてあります。ここだけちょっとね、トリックっていうか、裏技的に2拍っていうリズムがありますね。要注意でございます。はい、これ全くコード進行同じで2番です。はい、ここも同じですね。はい、して出てくるコード、先ほども言いました C と C7、F と D7、G7、この5個で、できるんですけど、この C7 どこで出てくるかって言ったら、ここ1回出てくるだけですから、まあ、ほぼほぼ、まあ、コード4つってことになります。これはですね、ウクレレを始めたら、最初に覚えるコードのグループでございましてです、ちょっと今日はね、1個ずつ分析してみようか。 C っていうのはここです。1弦の3フレット、こういう風に指の担当性決まってるから、薬指で押さえるのがいいです。ウクレレまっすぐにしておいてください。自分の方向いてないように、これ確認ね。 C、 これが C です。下1本と覚えます。次 F はこことここを押さえます。こういう感じ、こういうイメージ、斜めのイメージを持つといいです。斜め、はい、斜めです。これ F ね。はい、次 G7 は人差し指の位置一緒、あとこことここを押さえるんです。こことこういう風に押さえる、ここってすなわち三角形のイメージを持つといいですね。これ G7 です。で、角度をちょっとこう、この角度を使ってあげると G7 を押さえられます。はい、で C7 っていうのはさっきの C をこのままここになります。簡単でしょ、これ1個だけ。これは C7 で、あと D7 っていうのは、まあ、さっき F ってあったじゃないですか。 F のここの部分は同じで、ここなんですよね。こことここを押さえる。で、こういう風に押さえるよりもこう押さえた方がいいです。こういう風に、なぜかというと次 G7 だった時すぐこう移動、これがうまいこと移動できるんですよ。なんでこういう風に押さえるよりもこう押さえた方が D7 は効率的な感じがします。これはですね、はい、ガズレレ必須コードっていう、ガズレレ YouTube で一緒に音楽をやりたい時に8個のグループがあるんですよ。ガズレレ必須コードっていうグループ、この中のメンバーなんですけど、もしお時間ある方、ここにリンク貼っておきますんで、このコードの勉強してください。この8個覚えておいたらガズレレ YouTube 550曲ほとんど一緒にセッションできます。たった8個覚えるだけですからね。ぜひぜひ覚えていただきたいと思います。それではここからかっこいいバージョンの説明に入っていきます。まずリズムですね。リズムはですね、ちょっとシャッフルなんです。シャッフルっていうのはチャッカ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 、ちょっとリズム跳ねてる。跳ねてないリズムっていうのはタタタタ、跳ねてるリズムっていうのはタッタ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 です。これが基本のリズムでございまして、その中で8ビートをやりたいと思います。8ビートというのはちょっと C で弾くと、ジャンジャジャンジャジャン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 ジャジャン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 、このリズムが基本になります。これ私のガズレレで8ビートっていう弾き方になってるんですけど、8ビートのシャッフルのリズムですからね。で、以前これを詳しく解説している動画、ここにリンク貼っておきましょう。ここは、私のホームページでリズムのいろいろっていうページなんですけど、そこから8ビートというところを探して、ひたすら練習してみてください。楽しいですよ。このリズムで歌えるようになると楽しいと思います。で、イントロと間奏のところはこの今の感じで、ジャンジャジャジャンジャジャジャンジャジャンジャジャンジャンジャジャジャン、これで行ってみようと思います。こういうのはですね、結構いろいろ奥が深いんですけど、じゃあ、このかっこいいバージョン、デモが終わった後に、ちょっともうちょっとかっこいい弾き方も紹介しますけど、ひとまずはこの8ビートを、シャッフルの晴れた8ビート中心でやってみようと思います。それでは、かえまなひら、ちょっとかっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。ちょっとルンルン気分で体をね、こう、しっかり動かしてください。かっこいいバージョンやってみました。最後エンディング見ました？あれかっこいいでしょ。今のやりますよ。 D7 G7 1弦の3 3 2 3 5で
1フレットの5。今の3323というのは1弦のフレットの数です。3323うん5。これやってみてください。これはですね、以前ね、私の動画でやってるんですよ。ウクレレ弾いてるって決まるかっこいい終わり方っていう動画が過去にあること、ここにリンク貼っておきます。そこでかっこいい終わり方いろいろマスターしてくださいね。これエンディング使ってください。でイントロですけど、今やったバージョンはね、これジャンジャーガジャンジャーガジャンジャーガなんですけど、カッティング左手でパッと止める、こうやってやるのかっこいいで、これカッティングっていうのはね、左手で止めてるんですよね。これ結構高等技術です。でもしこのカッティングちょっと挑戦してみたいという方、さっきリズムのね8ビートをここ見てくださいっていうところの下の方に行くとカッティングの、解説動画が上がってますんで、そういうのをちょっと織り交ぜてくるとまた、深みが増してくると思いますけど、まあまずは気持ちよくね、こう南国の風を感じながらハワイ気分でのんきにこう体を揺らして歌うのが、基本になると思いますから、はい、ちょっと楽しんでやってみてください。ありがとうございます。はい、ガズレレホームページご覧になってください。ホームページいろいろ書いてます。ここにリンクも貼っておきます。はい、はい、8月1日発売、私のいいこと言ってる本が出版されます。主婦の友社から発売されるんですけど、タイトルはいきなりウクレレ日本一簡単家庭、あ、日本一じゃない、地球一ですよ、地球一簡単家庭音楽というタイトルでございます。これはすごくいい本でございますので、ぜひ皆さんご一読ください。よろしくお願いします。8月1日発売でございます。はい、今月は神戸に参ります。関西の方、向こうでまたワイワイしましょう。楽しみですね。はい、バーっと今予定が出てます。8月12日この日は結構大事な日でございまして、先ほど ご紹介したいきなりウクレレの出版と、なんとなんとガズレレ歌本ボリューム4が出ちゃうんですよ。ガズレレ歌本というのはですね、私があのこういう風にある本を出版して、これも楽譜なんですけど手書きです。さっき見せたノートをそのままスキャンして本になってる。これこれのボリューム4の発売日でございます。ダブル出版記念トークショーサイン&サイン会、はい、ここがね10時から8月12日10時からダブル出版特賞&サイン会、14時からみんなでウクレレ持って大合唱しましょう。お盆ですけど横浜に集まってください。お待ちしております。はい、ウクレレでワイワイ楽しい日常をお届けできるように皆さん楽しんでください。今回は買い物の日らやってみました。ありがとうございます。さよなら、バイバーイ。